ちゃん、うん、まちゃん朝だよ、7時20分だよ。まちゃん、まちゃん、うん、朝だよ、うん、起きて、うん、はい、おはよう、起きてください、せーの、よし、あ、えらい、別にママじゃ本当に昔のアイドルみたいな髪型になっちゃってるよ、ここは。おはようございます。おはようございます。切れましたか？今日は日曜日です。はい。今日は友達と遊ぶんですけど、その前に撮影をしてから行きます。じゃあ朝ごはんどうぞ。はい。うん、おいしい？ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。今7時59分、もうすぐ8時だね。はい、後ろを見せなさい。こういう感じです。赤いスイートピーとかね、うん、8時半ぐらいから撮影するので、ちょっとゴラゴラ行って今日は髪の毛やります。そんな時間かからないから。10分ぐらいだよ、あーちゃん。うん、あ、適当だな。うん、うんじゃないね。ママさ、撮影だからつってクッション綺麗に並べてるけど邪魔なんだ、今。はっ、髪の毛やります。これをやりたかった。もう15分だ。いきましょう。これさ、アホ毛なんとかできないと思う、これ。あれつければいいんじゃないの、これ。あー、だけど、なんか、だね。はい、ということで髪の毛、顔洗い、歯磨きできました。よくないこれ。実際、これ時間かかった時間ね、3分ぐらいしかやってないの。もうすごいじゃん。すごいよね。なんか今日この下の巻き、うん、っていうのがすごいうまくいったから、前に出してもほら結構大きめで、うん、よかったです。じゃあ準備は整ったので撮影行ってきます。はい、じゃあ撮影頑張ったのでメイクやっていきます。お出かけ用のメイク、うん、します。なんかさ、眉毛さ、めっちゃ自信あるんだけど、よくない？私の形。あ、形ね、ほぼそっくりだよ。なんか、描いたことないのよ、あのバレエの発表会ぐらいの時しか。うんうん。あとはちょっと周りのね、いらんところをさ。まあそうだけど、うん、すごい形がいいと思うんだよね。あと、ほくろ。ほくろさ、メイクやっちゃうと結構薄まっちゃうからさ、色がさ。うんうん、私さ、うん、ピューロの時のさ、あの、うん、なんだっけ、化粧ポーチにそのまま入れっぱだ。痛い、落ちちゃった。この中に入れっぱでした。うん、でなんかないなと思ったら、つや入れてたと思って、昨日思い出して、うん、そのままにしちゃって、今思い出した。そっか。やばいです、時間が。ファンデーションいいの？すごい忘れてた。塗ってあげようか、ポンポンっつって。もうすぐ豆まきですね。節分ね。うん。いつでしたっけ節分？2月3日。3日か。だっけ2日だっけ。やりましょう。鬼は外、福は内ってね、意味はわからないけど、鬼は外はわかる、福は内、福？洋服？違う。幸福の福。あ、そういうこと。うん、涙袋すごくない？うん、いい感じ。なんかさ、やっぱさ、生まれつきかな、カメラ回されて変顔しちゃうんだけど、ちっちゃい時からね。うん、そうなの。なんかちっちゃい頃のビデオとか見るとさ、うん、えみたいな、また変顔してるみたいな。パパがすごいからね。そうなんだよ。それはまあパパのせいということでね。はい、ということで準備ができました。今日はもうプリクラメイク
にしました、うん、なので普段引かないアイラインを引きました、はい、いや前あの猫と彼女ってかあのやつを撮ったんだけど、うん、アイラインをあの初めて引いてプリクラ撮ったの、うん、めちゃめちゃ漏れちゃって、うん、せっかく500円払うんだったらやっぱ可愛くしたいので、うん、アイライン引きました、うん、下手くそなくせにあれだね、撮影の時にはしないメイク、ね、そうそうプリクラメイクと呼んでますこれは。そうだね、本当にメイクしない時とメイクする時のプリクラの違いがすごくて。そうなんだ。そう500円だから、うん、400円のじゃないの500円だからさということでじゃあ行ってきます。ちなみに今日は誰と。今日は M ちゃんと遊びます。はい、おー M ちゃんとずっと遊んでる暇があれば遊んでますね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。皆さん聞いてください。ですね、先ほどですねあの友達とバイバイしてからあの駅でスイカの中にお金がもう数十円とかしか入ってなかったのであの切符を買って帰ろうと思ったんですよ。で切符買ってる時に切符の列がすごい並んじゃっててやばっと思って、時間がいつも門限に着く時間の電車乗ってるのでそれが逃したらもうお家にはね門限着には帰れないんですよ。ということでございますよ。なのに切符でね買うのを焦りまして1本電車乗り遅れました。ただのバカですね。ということで急いで帰りたいと思います。パパに怒らませんように帰ります。帰ってきました。おかえりなさいませ。ただいまなさいませプリクラ撮ってきたの。撮ってきました。あ、よかったね。もらいました。夕飯あのできるまではもうソファでゴロゴロタイム行きます。もうちょっと足が疲れちゃったのでね。であのご飯食べ終わったらお勉強をしたいと思います。じゃあゴロゴロタイムレッツスターティー。はい、ご飯食べ終わりました。そしてご飯食べ終わって10分ぐらいゴロゴロしました。お勉強を始めたいと思います。で今日は数学がもう今証明やってるんですけどマジでわかんないんですよなのであの YouTube で証明を教えていただきたいと思います。今ねやってます。これの続きをやります。でそうちなみにね今日ね小説買ったの見て。じゃじゃん、もう演劇部だからという理由でね買っちゃいましたよ。だって演劇部の本ってあんまなくない。横浜青葉高校演劇部、これ演技がどんどんコントになっていくよって多分話だと思うんだけど、えなんかめっちゃ面白そうじゃない、買っちゃいました。であとね見てボールペン買っちゃいました。ボールペン3色黄色とピンクと青買っちゃいました。サラサの 0.7 です。視聴者さんからねこれをいただいたんですよ。サラサの 0.7 の赤、これがマジで描きやすくてちょっともう欲しすぎて買っちゃいました。結構使う色を変えました。でさ赤がもうちょっとなくなりそうだからなくなったら赤を買いに行っていきたいと思います。早速やっていきたいと思います。 YouTube 先生 YouTube、 あここにタブレットがあります。ほらタブレット、多分みんなも一回は絶対見たことあると思うんですけど、とある男が授業してみたという方の YouTube を見ます。お世話になってます。小学校の頃からお世話になってます。じゃあ頑張ります。ゴムで結ぼうかな。ないな。いいや、あった。邪魔っすね。前髪を平気、結び方が超下手くそですね。とりあえずくくってるだけなので、はい。はい、今ね11時になってしまったのでそろそろ勉強を終わりにしたいと思います。じゃあ今からお風呂に入ってきます。行ってきます。はい、今お風呂から出ましたよ。
ちゃんね、髪の毛を乾かします。もう時間がやばいです。眠いです。めっちゃ眠いので速攻で乾かします。今日はママとパパに部屋でドライヤーをやる許可をいただいたので、ここでドライヤーをやります。あ、今日疲れた。久々にガッツリ遊んだ気がする。え、絶対ピューロの方がガッツリ遊んでる気がするんだけど、まあ、今日は結構疲れました。なんででしょうかね。なんか二重になんないかな。ダメですね、下手くそ。よし、髪の毛乾かします。はい、やっと髪の毛乾かし終わりました。もう眠いです。今の時刻1時31分。やばいですね。寝ましょうか。はい、寝ます。もう本当に眠いということで、私は寝るぞい。あ、ちゃんとコード抜きました。ドライヤーのそれ言っとかないとコード抜きましたちょっとね、動くのがめんどくさくなっちゃった。てかもう何時よ。一大事大事。でで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 、パパが来た。パパお風呂上がりで肌感冒だ。うん、もう寝かせなくちゃ。早く寝かしつけて。うん。何歳だと思って。言わなきゃもう何時までも起きてんだから。いや、生まれちっちゃい頃からそうだもん。アイスミンコ。アイスミンコ。ちっちゃい頃は最大何時まで起きてましたか。何時までっていうか、もう全然朝まで起きてる時も何度もありましたよ。オールじゃん。オールおままごと。うん、いろいろやってた。オールでさ、うん、よくゲームやるとかいるじゃん。うん、オールでおままごとやる。カフェとかやってたんだよね。懐かしい。コーヒーないんだよね、カフェなのにね。そうなの。パパにコーヒーありますかって言って、うん、ないです。ないなーって言ってた。なんだったらあるの？なんかね、ラーメンとかね。しましろのやつだ。そう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 、子様ランチみたいなの。寒い、うん、それ寒いよ、だって上全部出てんだから幸せ、マジで。じゃあもう早く寝てください。明日も早いでしょ、朝。うん、ね、6時半で。はい、わかりました。はい、皆様、久々の丸一日のルーティンはどうでしたでしょうか。なんかいつもさ、友達と遊びに行く時のルーティンとか言ってもさ、うん、準備するまでとかさ、うんうん、ナイトルーティンもそうだしさ、うん、全部はなかなか撮らなかったじゃん、最近。そうだね。よかったね、撮れてね。そうだね。みんなはこういうモーニングルーティンだけとか、そういう朝だけの方がいいか、それとも一日中どっちが好き？私は一日中が好きです。大変だけどね。大変そう、うん、ずっとカメラが見えるの。そうだよね、視界に、うん、でもね、見てくれるとありがたいよね、うん、ほんとね。じゃあもうあと2分ぐらいで寝てください。2分？うん、せめて5分。はい、じゃあ5分で寝てください。この私いつもなんだけど、すごい眠い。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。おやすみなさい。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。